さん招集されず。伊藤ジュニアさんが選ばれなかった理由を教えてください。結局伊藤呼ばないんだね、そういう境界なんだ。伊藤ジュニア呼ばないのさすがにヤバいだろ、スポンサーに忖度しすぎ。伊藤ジュニア招集なしを長友招集の話題で消そうとしてる感。いつもの会見行わず、伊藤ジュニア呼ばず、長友ではないすらし。日本サッカー協会らしいやり方。遠藤航の活躍とかで清々しい気分を代表が壊すの残念だ。長友復帰は草なんで伊藤呼ばないんだよ。長友選ばれてるの草。伊藤ジュニア招集してないのはクソすぎる、さすが日本サッカー協会。中村浩介もジュニアもいないし、長友とザイオン呼んでるあたり末期だな。マジかよ、伊藤ジュニア呼ばないんだてか。長友はなんで？浅野ももういいよ、古橋はなぜ呼ばれない？まあ協会が変わらん限り代表の勝ちに疑問符はあり続けるからな。日本のサッカー協会ってそういうところなんだね。ほぼ白角の選手を追い出すんだ、代表は応援するけど、協会には失望した。ジュニアがわが出ないって言ってるなら別だけどさ。結局伊藤は選ばれずか。ほんまサッカー協会自体が変わらんかったら、日本サッカーはこれ以上強くならんで。中村浩介、シュミットおらんし長友復帰だしわけわからんわ。確実に伊藤ジュニアの件で質問攻めされるの避けて、会見なしだわ、ほんとクソだな田島。伊藤ジュニア呼べよ、冤罪なんだから本当腐ってるな日本サッカー協会。伊藤呼ばないのか残念、協会がこんなに腐っ